今回は二宮整体が推奨する4つの免疫力を上げる方法を1つずつ詳しく藤山先生に説明していただきたいと思います。藤山先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします。1つは精神的ストレス。これは一般的には心と体っていうのは切り離して考えられる面もありますけれども、私たちは心も体も一体不二である、そういうふうに捉えてます。例えば、失恋をしたら、急に物が食べられなくなる、または物が美味しくなくなる、こんなことあると思いますね。今で言えば、借金をした、株が暴落ってなると胃に穴が開いてしまう、そういうこともあると思うんですね。要は心の作用が体に反映する、または体の作用が心に反映するということはあると思うんですね。実態は心も体も健全であるということが本当の健康だと私たちは思います。私たちは整体をする中で、ある意味では体からそれをアプローチをして、心ももっとゆとりが、余裕ができるように、また場合にはもっと活力が出るように、やる気が湧くように持っていってるっていうのが、私たちの整体のあるべき理想だと考えています。最近の、傾向であれば、今もうさまざまな社会混乱が起こってて、なんていうか、辛いニュース、苦しいニュース、暗いニュース、もうそういうものを見るにつけ、皆さんはやはり交感神経が優位になって、なかなか安心とかリラックスとか、そういうことができないような状態になっていると思います。まあ、そうなると、まず起こるのは、呼吸が浅くなっていく、それに伴って眠りが浅くなっていく。これは呼吸と眠りっていうのは即関係してて、体がストレスを受けたことによって体にそのまま反映をして、眠りの低下イコール免疫力の低下、それがまた継続していくと、さまざまな体の異常ということにつながっていくと思うんですね。今の時期でやれば、この三寒四温、春から寒暖の差、温暖の差によって自律神経がさまざまなストレスを受けています。まあ、それに伴って、眠りが浅くなる、そういう方も多くあると思うんですが、特にこの3月、4月、5月というのは、一番それが顕著に現れてて、例えば、月別で見ると、3月、4月、5月っていうのは普通に自殺者が多い。これは精神的なストレスをそれだけ受けている、また精神的な作用が大きいということが言えると思います。今の時期注意が必要なのは、この、精神的なストレスを受けて、うつ的になったり、五月病的になったり、また神経衰弱のような状態に陥ることを注意する必要があると思います。何ができるのかというと、なかなか、これということも、まあ、体からアプローチするといってもいろいろあるわけですけれども、まず一つは考え方をやっぱり広く、いろんなことに気づいていくということがすごく大事だと思います。まあ、それによって、例えば同じことでも、その人の感受性なり体の弾力によって受け止めるストレスが全然違うわけです。強い人からすればそれはへのかっぱということもあるし、逆に言えば弱っていればしょうもないことで、まあ、本当に息もできなくなるような、またパニックを起こしてしまうような、そういうこともあると思うので、まあ、どこまでも心と体両面で、捉えていかなければならないというふうに思うんですが、私たちのできることはまず自分自身の呼吸が整っているかどうか、また頭が静かで冷静に考えられているかどうか、こういうことをぜひ注意して生活していただいて、いろんなことに気づいていただけたらいいと思います。はい、千山先生ありがとうございました。はい、先生、一つ質問よろしいでしょうか。はい、どうぞ。先ほど先生にちょっと整体していただいて、はい、自分の呼吸が浅いのに気づいたんですけど、はい、自分自身は整体学んでるおかげで
あまりコロナに対して不安はないんですけれども、うん、無意識的に呼吸が浅くなって睡眠の質も下がってるということに気づいたんですね、うん、でそれはイコールやっぱり免疫力が下がってるっていうふうに思っていいんですかね。そうです。あ、そういうのもやっぱり免疫力が下がってるっていう症状の一環として現れてるっていうふうに考えてもいいんですかね。そうです。あ、なるほど。他にこうなんか一般の方が、はい、例えば免疫力が下がってるって気づいてない方がこういう症状が出たら下がってるんだよっていうことってありますかね。まあ冷えという話もしたので体温が下がってたらそれもそうかもしれないですね。ただ実際には眠りなんていうのはやっぱり皆さん自覚はしやすいと思うので寝つけない、寝つけないっていう方多いですよね、はいはい、もしくは何度も目が覚めてしまう、はい、ということはもう一つのバロメーターになると思いますね。ただ自分自身がこう上に気が上がってるっていうのは、はい、実際には無意識でそうなってしまってるんで、うん、無意識、分からないこともあるかも分かりませんね、うん、だけど先ほどの、頭寒足熱とか、はい、まあ、要は頭にばっかり血が巡って、うん、そこでうっ血うったいを起こしてるってなると、うん、まあいいのか悪いのか頭は過敏になって、うん、本当の意味でリラックスできず、うん、安らげない、うん、どちらも大事なんですけど動くときには動いて、うん、休まるときには休まるっていうのが健康状態だとしたら、はい、自分の中にやっぱり何かこわばってる、うん、そういう自分の鈍りというものに気づけたらこの精神的ストレスを解消するにすごく有利だと思います。わ、はい、かりました、はいはい、藤山先生ありがとうございました。